はい、こんにちは、ライムです。今回はキーブレード別上級試験魔石を手に入れようということで、まあ魔石クエストですね。討伐戦よりも難易度は下がってます。下がってるって言っても難易度高いけど、一応下がってて、で各色のキーブレードが手に入るという感じなので、まあこれまでやってた、討伐戦系のね、ジャファーとか、タイタン、ラム、シバとか、そういう系の討伐戦よりも、まあ、比較的、まあ、やりやすくて、で、かつ多くね、魔石が手に入るので、まあ、いつもより全然いいんじゃないかなと。もう、これでいいよっていう気がする。もういいよ。高難度はこれぐらいでちょうどいい。ちょうどよく、いいのかな?ちょうどいい。ちょうど、まあ、いいのかわかんないけど、まあ、難易度的には普通に高難易度になってます。これ、バナーには高難易度とか書いてないけど、まあ、まあ、上級試験とは書いてあるんだけどね。なんで、一応これ難易度としてはめっちゃ高い方だとは思うんだけど、この間のジャファーとか、レベルではないです。まだ、まあ、結構余地というか、猶予はあるような感じです。で、その中で、まあ、特に苦戦してそうな、ところ苦戦してる方が多そうだなってところが、このミッシングエイクってところと、この最後のダイヤモンドダスト、これが一番難易度高いんじゃないかな、この2つ。あとはもうキーブレード自体が3色、クリスタルワークスだったり、スターライト、それからロックスプレンダーってところで、まあ、しかも相手ガードアーマーだからね、多分ロックスプレンダーも、まあそんなに苦戦する方はいないんじゃないかな。赤のアップライト最近結構多く出てるんで、まあ、ソライラストだったり、この間ロクサスだったりね、っていうところ、ロクサス、まあロクサスがあるからねってところがある。なんで、簡単なところは今回と飛ばしてですね、もうわかりやすく、この後ろのミッシングエイクとダイヤモンドダストの攻略やろうかなと思います。うん、まあ要望があればまたね、他の動画もやろうかなと思うんですが、多分これでまあだいぶ勝てるんじゃないかなって気がしてる。大体勝てるんじゃないかな、他の3本については。で、まずミッシングエイクを使おうに関してですけど、一応編成難易度は結構落としたかな、落としたつもりです。まあ落としたって言っても、これで火力が結局ギリギリのところら辺まで、まあ、まあ落としたって感じですね。火力ギリギリですよっていう編成いつも僕が紹介してるので、サブスロもうちょっと落とせるな、多分。2.945 ぐらいでいいのかな。もっと落とせるかもしれないけど、とりあえずこれで一回やってみましょうか。サブスロプラス 2.945。で、ここアンジェリックアンバー入れてるけど、これ別にアンジェリックアンバーである必要はないですね。一応ギルトバフが強いんだけど 250% 使えるんですけど、まあ別にアンジェリックアンバー持ってない方はね、コピー追撃でいいのかなと思います。もしくはリアとかね、リアがいればリアについてもギルトバフ 250% 打てるんで、はい、ってところで、まあ、戦闘が少し楽になるのかなと、その分ね。はい、で2枚目がシオンSB ですね。SB シオン入れてます。はい。まあ、覚醒とかは別に関係ないです。で、3枠目がバニーダス入ってます。はい。まあ、よくよく考えたらシオンも別に追撃いらないね。こうして3枚目にバニーダス入れてるんで、バニーダス入れてれば、まあ、バフとデバフもね、マックスになると思うんで。で、このバニータスは、まあ、地上しかついてなくて、あれか。ポセッサーだから空中エネミーか。空中エネミーなんで地上関係ないな。なので実質無覚醒ですね。ほぼ無覚醒、睡眠耐性 100% ついてるけど、ほぼ無覚醒ですっていう状態ですね。なんで、まあ、バニータス以上のメダル、強いメダル持ってる方は、空中エネミーがついてる方はね、そっちの方が強いんじゃないかなと思います。で、4枠目はこれなんで完全ナメプだね。ネオシャドウ、これスキルなし、スキルなしですけど、まあ、一応空中がついてるよというような感じで、はい。で、5枠目最後が、これがまあ割とここは強めかな、ハイソルジャーです。で、覚醒が理想覚醒になってるんで、まあ、ハイソルジャーが今のところ一番強いね。このバニタスとかシャドウ、ネオシャドウと比べても一番強いのかなと。ハイソルジャー入ってて、で最後アンチアクア、これはまあ理想覚醒にはなってます。まあ、他が弱い分ここで強くしてるような感じ、バランスは取ってる感じですね。はい、なんで、まあ、今の理想覚醒はアンチアクアちょっと極端ですけど、あそこまで強くなくても他のメダル、例えばこのネオシャドウにスキルつけてみたりとかっていうところで、全然ダメージの代用というかバランスは取れると思うので、
はい、その辺で、編成してみてください。で、まあ、もちろんね、パートナーに関しては強ければ強いほどもちろん楽ですよね。はい、これ一応6サス二刀流でもどちらでもいけます。6サス二刀流でもこのアンチアクアでもどっちでもいけましたので、はい、まあ、パートナーは強ければ強いほどいい。あのマールーシャだったり、今やってるシグバルとかね、でももちろんいいと思うんで、一応これ6サス二刀流借りてみるか、弱い方のね、どれぐらいかなと。おっと、これちょっとバトル速度落としますね。で、シオンが使い終わったあたりでスーパーバーストでギルドバフを付与していきます。まあ本当バニタスは空中エネミついてないんで火力としてはめちゃめちゃ出ませんね。全然出ないで、ネオシャドウについても、まあ、スキルとかついてないん でハイソルジャーからダメージが結構出てくるようになるのかな。はい、でアンチアクアコセッサーのいいところは、まあいいところってわけじゃないけど、あのカウントがない、カウントがないので結構パーティー編成の幅が広めかなというところはありますよね。教えてくれ、お前が選ばれたわけよ。ただあれか、ポセッサーのこの運ゲーか、毒とか麻痺とか状態異常の運ゲーあるんで、これが発動しないのを引くまで運ゲーになっちゃいますね。はい、次のターンで多分、例えば毒とか食らっちゃったらもうそこで死ぬので、その辺は注意かな。注意っていうかね、注意しようがないんだけど、まあ例えばあの覚醒でね、毒耐性 100% とかそういうのついてると、まあ楽かなっていう印象はありますね。運ゲー度が下がるっていうか、うん、運ゲー度が下がるって感じ。うん、どうかな、サブスローちょっと落としちゃったからな、いけるかな、いけてほしい。あとコンビアタックがどこで出るかっていうのもあるかな、やっぱり多分いけるとは思うんですが、これでね、どうかな、毒何も引かなければ毒にはなってない。ただここで麻痺の運ゲーがある。 OK、 シオン発動した。1回で最初でシオン発動してくれば麻痺治るんで OK だね。はい、でここで最後にバニタスのギルドバフを貼っていく。スーパーバーストはね、あの空中エネミーとかついてるんで強いです。なんでやっぱできるだけたとえ攻撃力が低くても覚醒がしょぼくても、まあ、スーパーバーストメダル連れてくるっていうのは正解なのかなって思いますね。はい、やっぱスーパーバーストに空中とか地上ついたのは良かったと思う。まあ結局それ前提でね、あの高難度作ってきたら全然意味ないんだけど。教えてくれ、いけるかこれ、お前が選ばれたわけよ。あ、超ギリギリか、超ギリギリ勝てるか勝てないかぐらいじゃないこれ。超ギリギリ無理か、あー無理だ、あーちょっとだけ足らないもうあとコンビアタックどこで発動するかっていうぐらいだね。はい、まあいいでしょう、もう本当にこれで火力ギリギリってのは分かったと、まあ見てくれた通りね、分かったと思うんで、あとはもうネオシャドウにスキルをつけるとかサブスロ上げるとか、まあそういうところで調整してるって感じですね。あと、まあバニタスに例えば、あの空中エネミーついてればもうそれだけで多分今の削れてた完全に。はい。って感じです。まあこれほんと火力ギリギリの最低限の編成。で、二つ目ダイヤモンドダストで戦おう。で、デュアルデュランダルですけど、これもまあ、編成難易度としてはまあ落とした方ですね。まあ先ほどと一緒でギルト8のメダルが2枚入ってます。で、シオンを、先ほどと一緒でね、コピーメダルの追撃で使っていくと。まあ、今回のこのデュアルティランダルに関してはカウントがうざいので、はい、そういう意味でも、コピー追撃で、カウントを増やしてあげてるって感じです。
で、ヤングゼアノートンは、これもうすでに結構昔のメダルになっちゃったけど、はい、一応、追撃抜きの理想覚醒にはなってます。ただ、ヤングゼアノート自体のね、アビバイ率低いんですよ、めちゃめちゃ。38倍とかじゃなかったっけな ?33 倍かな?めちゃめちゃ低いんで、今の現行のギルトナインも55倍とか58倍か、シグバールが。58倍とか出てるんで、それと比べるとめっちゃ弱いんですけど、はい。で、あとマリンルンバ。これが理想覚醒。だけどこれギルト7かな。ギルト7なんでめっちゃ弱いですね、これは。メダルとしては。アビバレツとしてはもうゼアノートよりも低いんで、全然。3倍だからこれ、30倍いってないってことだよね、要するに。30倍いってないですね、これ。アビバイ率が。めっちゃ弱いです。で、アンチャックはさっき使ったやつですね。ここでは理想覚醒。ここでバランス取ってるような形ですけど。で、先ほど使ってたハイソルジャー。こちらも理想覚醒にはなってます。はい。こんな感じでやってみようかなと思います。サブスロは3.3。3ぐらいあんのかな?もうちょい下げるか ?3? 多分もうちょい下げてもいけんのかな ?2.890。これでいきますか。2.890。これでいけるかなってぐらい。はい。ということで、パートナーもアンチアクア使っていきましょう。うん、めっちゃやっぱバフ張ってるね、最初の段階。やっぱこれコピー追撃で、まあカウント増やす目的で両方使ってもいいんじゃないかな。で、あ、先にもうヤングゼアノート打っちゃったけど、本来7仕様の後にヤングゼアノート打ってギルトバフを持ってあげてください。で、これハイソルジャーを使うとリセットかな、確か。うん、カウントリセットだった気がするので、結構、有能だったような気がします。はい、戻ったね、8に。うん、ハイソルジャーのスーパーバースト、ここでいい仕事するんで、これでカウント戻します。ターンの途中で食らっちゃうとね、一旦無駄にしちゃうので、その後のメダル使えずに無駄にしちゃうので、ハイソルジャーでうまいこと調整してあげると。やばい。アクア撃ってなかった。あとはもうスーパーバスト2発しか撃たないので、カウントはこれで足りるはず。あとはコンビアタックどこで発動するかっていうところが結構でかいかもね。強いな。パートナーのアンチアクアも結構削ってくれるね。理想覚醒、やっぱり理想覚醒強いなって感じがある。まあ今のは例えばシグバールとかだったらもっと強いんだろうけどね。音響く2万5000だからね、シグバール。まあもうあれだよね、この高難度クエスト自体がもうシグバール使えようみたいな感じだよね。単体だし、敵単体だからね、もうまさにシグバール使って倒せよみたいなところはあるけど使わない。はい、シグバール使えばまあ確かに多分楽だと思うよね。弱点取れるしね。アクアでフィニッシュかな。やっぱりギリギリですね。パートナーフィニッシュって感じで。はい。パートナーの、まあ、追撃まではいかなかったけどね。まあ、結構ギリギリでしたよね。はい。なんで、これが最低限欲しい火力になってくるのかなという感じです。これ以下の、編成だったり、これ以下の火力だと、まあ、勝てない。3ターンキルはできないと。はい、魔石欲しかったらね、今みたいな編成で、組んでみる必要があるということです。はい。
まあそんな感じですね。ダイヤモンドダストとミシガンエッグはとりあえずこんな感じで、要望があれば他のキーブレードもやろうとは思うんですけど、うん、まあこっちのグリーン組フォートとかこっちはあの反射してくるんで、その反射に対応したね、デッキの編成とかしないと勝てないと思うので、まあでも3色キーブレードだからね、 かなり組みやすいし、サブスローも結構高くなりがちなので、この辺はそんなに苦戦する方もいないんじゃないかなっていう感じはします。はい、といったところで今回動画ここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったって方はね、ぜひチャンネル登録とよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。